どうもラオチンです。さあ今日も三国無双8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今レベル99にしようと頑張っています。残り8か、残り8でレベル99です。でもこのゲームって50年経つとゲームオーバーになってしまうので、あと10年だね。あと120ターンのうちにレベルが8上がるかどうかってことですね。なかなか難しいかもしんない。後になるにつれて必要な経験値がすごい増えてきたのよ。これは厳しいかもしんないですけども、とりあえず99になるまで頑張ってみましょう。やり方はね、もう本当に地味なやり方で、訓練、演習、大訓練、これに、武将がついてた時は結構経験値がもらえるので、こっちで、1ヶ月を過ごします。それが無理な時はトンデンをして1500もらって、過ごすっていう感じです。とにかく経験値だけを求めて、やっていってます。1500とかもらえても必要経験値が2万とかなので、上がるのに1年ぐらいかかるんだよね。これは厳しいかもしれないですけども、まあ地道な作業をやっていきます。1年だね。丸々1年でレベルが1上がる感じですね。で多分95、6とかになってくると1年以上かかりそうなんだよね。厳しいかな、どうだろう。多分いけるとは思うけども、厳しい。防衛戦が出てくるとね、それでさらに経験値もらえるんだけど、防衛もそうポンポン出てくるわけじゃないんで、わからないね。ちょっと先が見えなくなってきたよ。防衛が来ました。防衛が来ると美味しいんだよね。全部、成功させてクリアすると、2500ぐらい経験値もらえて、それが、装備によって 1.5 倍ぐらい、まあ、6000ぐらいもらえるのかな、もらえるんで、防衛戦はむちゃくちゃ美味しい。ただそんな来ないんだよね防衛戦って。もうちょっとね、半年に1回ぐらい来てもらってもいいんだけど、そううまいことは来ないよね。まあまあ最初の頃半年に1回ぐらい来てもらっても困るんだけど、今となってはそれぐらい来てほしいな。これがあると結構レベルも上がるので美味しいんだよね。とりあえず今レベルこれで93になるかな。頑張ってあげていきましょう。まあ防衛戦も5分以内ぐらいで終わるので、まあサクサク進んでいい感じですね。今防衛戦やりました。レベル98まで上がってますね。残り4年あれば1上がるでしょう。必要経験値も2万3000ぐらいなので、まあ特に問題なくいけるんじゃないかな。いけるでしょう。よし、やりました。いけた。残り3年でレベル99にすることができました。ついにレベル99、ついにだね。さあどれぐらい強くなったんでしょうか。レベル99の強さはどうなんでしょうか。めちゃくちゃ強くなってるのかな。いやそうでもないか。周りもみんな強いからね。周りもみんなレベルが90、ちょっと待って、レベル100がいたぞ。レベル100だ。レベル100まであるんかい。じゃああと1上げなきゃいけないじゃん。いやなんかちょっとぬか喜びだったわ。でもまあ残り2万4000なんで全然大丈夫です。まだ3年あるしね。レベルマックスまではいける。レベルマックス100かい。残り2年、ここでようやくレベル100になった。なんかもらえる？レベル100になったら
何かもらえたりしないのか、何もなしか、レベル100何もなしですね。はい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 、能力値はこんな感じです。まあ旅霊騎そんなに攻撃力の高いキャラクターではないので、こんな感じです。低くもないけどね。なので一番強いやつとかになると攻撃力が1350とかその辺になるんじゃない？うん、1350、1400とかそこら辺まで行くんではないでしょうか。ようやく行ったね、レベル100。では最後に統一して終わりましょう。行くぞー。どこだ？よし、とりあえず開けてから行くぞ。ゲージもいい感じに溜まってるし、負けることはないっしょ。ゴー、うまっ。よし、突っ込みまーす。もうこんだけ戦力差あればゴリゴリ削っていけるね。誰だここのボスは。誰だ、あ、こいつか。なんげないやつだ。しゃ、結構 HP は高めだね。HP は結構高め。あ、違う、カジュじゃない。ちょっと待って。おお。ちょっと見失ったわ。危ない危ない。終わり。しゃあ、統一完了です。レベル100で。それではクリアですね。全部で48年5ヶ月かかりました。もうずっとレベル上げしてたからね。大体はここら辺だよ。13年か14年でクリアできるんだけども、ずっとね35年レベル上げをやりました。レベル99がマックスかと思いきや100がマックスなので注意してください。まあ、100になったところで特に変わったことはなかったです。特にない。自分がめちゃくちゃ強くなるっていうこともないし、特別な装備を入手できるっていうこともないです。まあ、ただ、やりがいは感じました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。